んにちは。平成29年3月号の WebTV 阿蘇プラスです。3月に入り、阿蘇市では各地で野焼きが行われ、春の訪れを感じられるようになりました。さて、阿蘇神社では先日楼門などの復旧工事の様子が報道陣に公開されました。素屋根で覆われた楼門の中は屋根の銅板がほとんど撤去されていましたし、また部材などは可能な限り再利用するということで、宮大工の方たちの部材の修復作業の様子も公開されました。私も取材で訪れましたが、宮大工棟梁の方のまだ崩れて下の方にある部材などを早く助け出してあげたいという言葉が印象的で、慎重かつ丁寧に工事が進められています。阿蘇神社では創建当時の図面などの資料がなく、観光などで訪れた方で楼門の内部の様子を写している写真などがありましたら、資料として提供してほしいということです。詳しくは WebTV 阿蘇のニュースをご覧ください。続いてはオンラインショップアソモのおすすめ商品をご紹介するアソモンイーモンのコーナーです。今回はアソダカナの新漬けをご紹介します。阿蘇市ではこの時期、高菜畑で高菜の収穫が見られるようになりました。阿蘇の高菜は10月に種をまき、冬の厳しい寒さに耐え成長した高菜を春に収穫します。実は先日、地産地消クッキングの4月号の撮影で高菜畑に行ってきました。高菜の収穫は茎を一本一本手で折って収穫するので高菜折りと呼ばれています。週末のお天気がいい日などは家族総出でこの高菜折りが行われ、またスーパーなどには漬物用の樽や塩などが専用コーナーで売られます。こういった風景を見ると春が来たんだなと嬉しくなります。阿蘇高菜は茎が柔らかくピリッとした辛みが特徴で、収穫したばかりの阿蘇高菜を浅漬けにした新漬けはこの時期にしか食べられない阿蘇の春の味です。現在阿蘇もではこの春採れた阿蘇高菜の新漬けの予約販売を行っています。小分けの商品や老舗漬物店の一品を詰め合わせたものなど、バラエティ豊かな商品が揃っています。賞味期限は製造から10日ほどですが、冷凍保存ができますし、お店ごとに味わいも違ってきますので、ぜひ食べ比べなどしてみてください。なお、高菜の収穫後、商品ができ次第予約順に発送していきます。阿蘇高菜の新漬けは期間限定、数量限定となっていますので、お早めにご予約ください。詳しくはオンラインショップアソモのホームページをご覧ください。アソモンイーモン、今回は阿蘇の春の味、阿蘇高菜の新漬けをご紹介しました。続いてはお出かけ情報です。もうすぐ桜の季節ですね。阿蘇市一宮町の門前町商店街では4月2日日曜日にお座敷商店街が開催されます。ここは阿蘇神社の北側に伸びる商店街で、みずきが有名ですが、満開の時期はそれは見事な桜並木が自慢の阿蘇市の観光スポットの一つです。その商店街を歩行者天国にして、しかも道の真ん中に畳を敷き詰め、自由にお花見をしてもらおうという毎年恒例のイベントなんですが、昨年4月の WebTV 阿蘇プラスではこのお座敷商店街の会場からお届けしました。桜を眺めるだけでなく、畳やテーブルでゆっくりとお酒や地元のグルメなどが堪能できる本当に素敵な催しとなっています。さらに今回は熊本地震から1年ということで、これまでの支援に感謝の気持ちを込めて数々の商品が特別価格で販売されたり、また数量限定で無料配布の商品もあるということなので、詳しくは門前町商店街の公式 Facebook をご覧ください。そしてもう一つ、4月16日日曜日朝7時から開催される第19回阿蘇マルシェをご紹介します。
すでにホームページではイベントスケジュールや内容などの詳細がアップされています。今回も熊本地震でたくさんの方々からいただいた支援に感謝して、いろんなありがとうがあふれるマルシェとなっています。昨年11月の第18回阿蘇マルシェでも大好評だった各店舗赤字覚悟の390円サンキュー商品や、搾りたて牛乳朝の一杯プレゼント、そして内の巻料理維新の会による阿蘇の春の素材をふんだんに使った朝ごはんは500円ワンコインで提供します。他にもスタンプラリーやステージイベントも盛りだくさんで、またクラシックカーが大集合するチェントミリア上津江ともコラボレーションしていますので、いつもより長い午後1時半までの開催となっています。詳しくは阿蘇マルシェのホームページをご覧ください。お出かけ情報は4月2日日曜日開催のお座敷商店街と、4月16日日曜日開催の第19回阿蘇マルシェをご紹介しました。どちらもお腹を空かせてお出かけください。春の話題たくさんでお届けした WebTV 阿蘇プラス、いかがでしたか。 WebTV 阿蘇の Facebook では新着のニュースなどを随時更新していますので、ぜひいいねやコメントなどをお寄せください。また次回の WebTV 阿蘇プラスでは第19回阿蘇マルシェを特集でご紹介する予定です。ぜひご覧ください。では WebTV 阿蘇プラス、今回はこれで失礼します。さようなら。